こんにちは、オーシャントーク原宿アシスタントの安井正弘です。オーシャントーク原宿店アシスタントの森浦幸喜です。はい、今日は、原宿店の特産チームのね、アシスタント1年目の幸喜をちょっとスタイリングしようかなと思います。よろしくお願いします。この前来てもらってたよね。あ、そうです。引いたてほやほやの、お願いします。2日前、今日はどんな感じにしようかなって、ちょっとやっぱ最近上げてる方が多いんで上げで行きたいところなんですけど、ちょっと上げでこの前僕は太陽で出したばっかなので、今日はちょっとおろしで、まあ多分この長さとかだったら無造作とかがいいかなと思うので、ちょっと無造作上げ目にスタイリングしていきます。お願いします。でね、後期はすごいハイダメージもなのでね、ブリッジ何回してんの？4回です。4回してんのブリッジ？はい。ところどころ切れちゃってる気もしますが、そうです難しい。まあ、でハイダメージ毛の方とかだと、アイロンの温度が高く設定すぎると、まあ、ちぎれる原因にもなってしまうので、今日ちょっと140度ちょっと低めでスタイリングしていきます。お願いします。まあ、徳さんのチーム紹介でもね、見たと思うんですけど、もしまあ見た方は知ってると思うんですけど、まあちょっとざっくり後期の自己紹介的なのをね、まあ、もしかしたら見てない方もいるかもしれないんで、していただければなと思います。はい、大阪から今年から新しく上京して1年目としてオーシャン東京原宿店に入りました、森浦幸喜です。硬いですか？硬くね？硬いですか？緊張が緊張するの、何言えばいいですか？最近ハマってることは、スイッチでゲームすることと、ちっちゃい気がする、これですか、うん、スイッチでゲームすることと、はい、最近 Amazon プライムでお客さんに紹介してもらったアニメとかをちょっと暇な時間を使って見てます。はい。アニメ、何のアニメ？最近は見終わったんですけど、永遠の消防隊を見てました。でも今続きやってるでしょ？あ、そうです、2期出てます。俺も見てるよ。めちゃめちゃ面白いです。めっちゃおもろいよね。めっちゃ面白いです。セットの説明したんですね。まあ、やっぱ無造作なんで、でこっちでよね、まあ、全体的に外穴入れて、したら散らしてラフな感じになるように、まあ、全部外穴に入れてます。まあ、基本的に、まあ、僕が外穴じゃねえよ、無造作でスタイリングするときはもう外羽、ほぼ外羽、 9.5 は外羽です。ただ外羽でも真横に外羽するんじゃなくて、まあリバースとフォワードに前に持ってくる外羽、後ろに持ってくる外羽、まあいい意味で適当にいろんな方向に外羽して散らして、ちょっと無造作感がより出るようにしてます。分かります。つむじ周りだけ、一回ここにつむじがあるんですけど、つむじ周りだけ内巻きで入れます。つむじ周りはボリュームが出てほしい部分なので、でもこっと反対側に引っ張ってあげることで根元が立ち上がってしっかりボリュームが出やすくなるので、うん、反対側にで、このトップの場合は、まあ、こう生えてるとしたらそれと逆なんで、ちょっと後ろにアイロンを持ってきてあげると根元にボリュームが出てくれます。あとあれですね、徳永さんとか島崎さんが上げてたアニメ語り合うっていう YouTube でもあったんですけど、あれめちゃめちゃ面白楽しかったよね、見てる方も、はい、徳さんが見てた彼女お借りしますっていうあれ見たんですよ。めちゃめちゃ面白いですマジ？ときめき足らない人はぜひときめき足りてないの？あ、僕もっと欲しいですね。キュンキュンしたいです。でまた次ちょっと前髪なんですけど、前髪、まあ彼左流しなんですけど、まあ、ある程度ゆるーく前髪は、まあ、同じ方向に流していくんですけど、ちょっと無造作っぽくしたい方、まあ、普段流すのが多くて、たまにちょっと無造作や、ちょっと前髪動かしたいよって方におすすめなのが、まあ、縦に挟んで流していくんですけど、ところどころ真ん中、まあ、この
2本行ったら2回通すうちの3つ目をまあちょっと逆方向にでまたちょっと2本っていうのかな2回外2回流したい方向に行ったその次はちょっとこっちが持ってきたいの繰り返しをすると勝手にクロスにまあ無造作っぽいクロスバンドってやつですねができるのでまあそれは僕は勝手に2回行って1回逆っていうふうにやってるんですけどまあそれは自分作りやすいようにやっていただいて全然大丈夫なのでまあやりやすいようにまあ一つの目安としてちょっとやってみてくださいでその上からもまあ一緒でどんどん無造作にしていくんでまあ、その人の髪質とかに髪質生え癖によってまあ変えたりはするんですけどその上は基本的に僕もリバフォア交互に入れちゃいますこんな感じで今だんだん積み重なってるんですけどなるべくここの上のやつが同じ方向に行かないここの上のやつはちょっと反対側に逃がしてってやっていくともうだんだんその束が積み重なっていくので、まあ、一緒の方向に行かないように注意してやってくださいさっき僕が横向いた時、顎めっちゃ出てたんで、そこだけカットお願いします絶対のっけてやろう絶対ダメです、絶対ダメですなんで絶対ダメですいいやん、別にいや、絶対ダメですいや、本当に顔とトランスやろいや、絶対ダメです僕、そのキャラでやるですもうダメだよいやでもそれはもう、スタッフ内だけにしましょう俺はもう顔って呼ばれたいですかどういうことあ、顔ねあ、顔お前と俺トランスでやから固くなると糸を張ってしかできないごめんけどそこに関しては俺でも今までに酔ったもん俺その顎の角度が好きって知られてたほいアイロンが終了です近づいていいまあこんな感じでふわふわですね僕は金髪なので今日は、まあ、そのハイダメージ棒で、まあ、いけるジェットを使っていくんですけど、まあ、ハイダメージ棒の方だと、まあ、ちょっと若干引っかかっちゃったりすることがあるのでナチュラルをちょっと混ぜてねこいつとこいつを混ぜて使いたいと思います、まあ、大体2対11ナチュラルぐらいでやってきます全然足らないですよね全然足らない超すげえちょっとダメージもなので丁寧に全体にしっかりなじませてあげてくださいでもここでパッて全部つけちゃうっていうかは散らしながら全体につけるイメージで僕はやることが多いです、まあ、手の表面残ってるのはその髪質とやるスタイルによっても違うんですけど無造作の時とかはある程度つけちゃってでちょっと手のひらとか残ってるやつで散らしながらつけていくことが、まあ、最近僕的にはちょっとおすすめなやり方となっておりますでもハイダメージもなので散らす時 もう優しめになるべく引っかからないようにまあ一番いいのは、まあ、一段前ちょっとずつ分けて下から散らし上げるのが一番いいかなとは思いますなんとなく、あ、これ、通りです揺れすぎやろこれも欲しいですせっこもらこれ欲しいよ。ちょっと全体散らして若干ちょっともうこの辺整えてはあるんですけどその整えるところでちょっとスキップしてるんですけどある程度ワックスがしっかり全体ついてるのと一番大事なのって今アイロン、まあ、ドライからもそうなんですけど潰すとか潰ドライの時点で潰してあげた方がいいし、まあ、アイロンも
まあ、普段よくあるのでアイロン入れてワックスつけたら跡が消えちゃったっていう方がまあよくいると思うんですけど、まあ、そういう方って、まあ、そのアイロンの跡、アイロン入れる強さが弱かったりすることが多かったりするので、ちょっと気持ち強く入れちゃってもいいのかなと思います。ワックスに ある水分とかでそのまあハイダメージも後期とかだったら多分それつけちゃうだけでもう軽くアイロンの跡って伸びちゃったりするので、ちょっといつもより強く、まあ、外に入れるんだったら外にちょっと強く入れてもいいし、まあ、あとつけるときにこう引っ張っちゃってるとか握りながらつけてあげたりした方が、その後は髪の毛を曲げるっていう意味でも握ってあげた方が後は消えづらくなったり外穴とかもまあより出やすくなるので、ちょっといろいろ方法はたくさんあるので、どれか一つ普段と違うやり方でやってみてもいいのではないかなと思います。どうでしょうか、激タバいい感じです。めちゃめちゃ動いてます。めっちゃいいね。めっちゃいいです。まあ、アイロンの時点でもうしっかり束と束が被らないように、まあ、アイロンを通してあげるのと、まあ、さっきも言ったワックスをしっかり全体になじませてしっかり散らしてあげるのと、まあ、結構束が太くなりすぎちゃったりっていう人はワックスがそのつけすぎだったりしっかり散らせてないっていうこともあるので、しっかり散らしてできちゃうぐらいがいいので、まあ、あとはちょっと整えるぐらいでできるぐらいがいいので、まあ、しっかりそこのアイロンの入れ方の意識とワックスのつけ方、散らし方しっかりやれれば、まあ、基本的に外穴してるだけなので、ほとんど 9.5 割外穴なので、まあ、誰でも簡単にできるかなとは思います。どうでしょうか、顔かっこいいね、いい感じです。後期みたいな顔にはこういう割とふんわりな、まあ、金髪っていうのもあったりはするんですけど、丸くふんわりぐらいが、まあ、似合うのかなとも思います。で今日はジェットとこちら2対1混ぜて使ってます。ダメージもでもしっかり まとまりやすくて動きも、まあ、馴染み出やすかったり馴染みが良くなったりもするので、この組み合わせ結構おすすめです。まあ、でもナチュラルつけすぎちゃったりすると、まあ、別アップになったりへたっちゃったりはするんですけど、そこの、まあ、自分の髪質に合った分量、後期の場合はブリーチ3回してるでもうめちゃめちゃハイダメージに対してはジェットが2、ナチュラルが1ぐらい、まあ目安、一つの目安としてこういう感じになりました。久しぶりにでも僕もこういうめっちゃ動かしてるスタイルを作った気がします。いい感じです。いいね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は1年目の後期をスタイリングしてみました。まあ、また後期をまたちょっと違った上げても雰囲気が変わると思うので、また上げも取ってまた YouTube 載せたいと思います。お願いします。で僕も後期もインスタ、まあ、TikTok とやってますので、まあ彼はね TikTok がでもフォロワー何人がいるの。いや5万人ぐらいです。5万人ぐらいすごいですね。5万人ですよ。5万人。僕100人なのでさ何かあったら僕のインスタの DM でも後期のインスタの DM でも、まあ、返せるときに何か質問があれば返させていただきますので、いずれもお気軽に送ってきてください。よろしくお願いします。また後期も特産チームで、まあ、シャンプーとスタイリング、まあ、基本的に後期いっぱい入っているのでめちゃめちゃセットもうまいので、もしよろしければニューフェイスこのイケメン君でめちゃくちゃ話しやすくて柔らかくて、まあ、初めての方でも全然気さくに話せる子なので、ぜひ
あのセット締めともちゃんと締めとしてあげてください。よろしくお願いします。じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が良かったと思う方はグッドボタンとぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。